してるんだよ。かわいい。プニプニしてる。プニョプニョアクアリウムっておもちゃで海の仲間たちが作れちゃうんだよ。すごい。サンさんとクモリも一緒に作ろうよ。作りたい。僕も僕も。一緒に作ってみたい子はグッドボタン。それじゃあまずはお水の準備から。箱の中に入ってる水槽に700ミリリットルのお水とこの袋を一つ入れて溶けるまでよく混ぜよう。はーい。溶けたよ。それじゃあ早速作っていこう。好きな形を選んでね。じゃあ僕はお魚さんにする。僕はバナナにする。つまりそれはバナナじゃないでしょ。違うの。よく見てごらん。そしたら好きな色を型に入れていくよ。じゃあ僕は赤と黄色にしよう。先に型の深くなってる部分に色を入れてね。わかった。黄色を先に入れて目は黒にしよう。この上から赤を入れてこれでいいのかな。大丈夫。じゃあ次は僕。黄色のエビさんにしようっと。やっぱりバナナなんか。順番にさっきの水槽に入れていくよ。ドキドキする。ゆっくり水の中に入れてね。うん。型をゆっくり揺らしてみて。こんな感じ。あー、浮いてきたよ。ほんとだ。ひっくり返してみて。ちゃんとお魚になってるかな。10分くらいこのままにしたら普通のお水にお引っ越ししてちゃんと固まるまで置いておくよ。じゃあクモリンのバナナエビさんも水槽に入れちゃいます。ゆっくり揺らして、型から外して、くるん。本当にバナナみたいなエビさんができたね。食べたくなっちゃう。あ、クモリンダメだよ。じゃあ次は好きな形を作ってみよう。そんなこともできるの？できるよ。水に濡れても大丈夫なものを用意して上から絵を描いてね。僕クモリンここ。じゃあ僕サンさん。上手に描けるかな。かっこよく描いてよ。わかった。僕も描くよ。あ、色間違えちゃった。あらら、こんな色のサンさん初めて見たよ。でもでも、いい感じにできたと思うよ。ほら、ちょっと怖いけど、なんか面白い。でしょでしょ。僕のクモリンはこんな感じだよ。おー、かっこいい。それじゃ、固まったぷにょぷにょにクリップを刺して割り箸で作った釣り竿で釣りをしよう。やったー。サンさんと僕、望むところだ。それではぷにょぷにょ釣り、用意スタート。えー、バナナエビさん。よー、あー、釣れてなかった。なんでもいいから釣れろ。やった、クラゲさんゲット。バナナエビさんお願い。やった、釣れた。いい勝負。今度はカメさん。それはオットセイだよ。面白い形。ペンギンさん、カニさん、キツネさん。いやー、ダメだ。おしまーい。ふー、たくさん釣れたぞ。僕だって。じゃあ数を数えるよ。僕は4つ釣れたよ。あ、僕も4つだ。ということでこの勝負引き分け。楽しかったね。そうだ。ぷよぷよー、クモリン。みんなも作って遊んでみてね。ノイズキーホルダーが出たよ。カンカンカン。お家の鍵につけたり
種類かわいい。マグカップ2種類、ブランケット2種類、やった、塗り絵ポスター1種類、すごい。僕たちの LINE を開いて、この画像をポチッ、サンサンキッズ TV 公式ネットショップ、ここから簡単に買えるから大人の人に相談してみてね。 LINE の登録はこの動画のタイトルを押して、この青い文字を押せば、ほら簡単でしょ。こっちの青い文字でもグッズが買えるよ。塗り絵ポスターを塗って Twitter でハッシュタグサンサンキッズ塗り絵コンテストで写真を投稿してね。オーケー。投稿してくれた子の中から抽選で3名様に景品をプレゼント。おー、A 賞はサンサンオリジナル目覚まし時計、僕が君の名前を呼んであげるよ。 B 賞は君の塗り絵をトートバッグに、 C 賞はお名前シールを5枚プレゼント。投稿してくれたみんなの塗り絵は動画で全部紹介。すごいすごい。応募は5月17日日曜日まで、たくさんの応募待ってます。パパもママも親子でゲットしてニコニコ超ハッピー。ほにゃ、歯磨きの歌ダンス、みんなも踊ってみよう。ご飯をたくさん食べたらね、おいしそうなおやつ発見。お口をあんと開けたらね、ばいきんさんが隠れてる。ちゃんと歯磨きできるかな、すぐに虫歯になっちゃうよ。ピカピカ歯磨きできるかな、綺麗になったら嬉しいね。シャカシャカクシュクシュ、シャカシャカシュワシュワ、横の歯前歯に奥歯も磨いちゃおう。みんなもお家で歯磨きの歌のダンスを踊ってみてね。ダンスを LINE アットに送ってくれたら動画で紹介しちゃうかも。顔を出すのが恥ずかしい子は好きなお面をつけても OK。 詳しくはサンサンキッズ TV の Twitter や Instagram をチェック。